真夜中のピアノ屋 .com 今日現在のアップライトピアノの在庫状況それから整備待ち、整備中のピアノをざっとご紹介していきたいと思います、えー、順番にいきますねこれがディアパソンの大型のピアノですねここだけ茶色くしてあります辛、えー、いのこれはヨーロピアンデザインのものヤマハの U1M ディアパソンの猫足のですね可愛らしいワインデッドの 中型モデル。そして、メルヘンの茶色いピアノですね。SI の15、可愛いですね。そして、カールザイラーですね。これはバイアスです。そして、可愛いのちっちゃいピアノですね。これは CL の7ですね。そして、ここは演習があります。演習ピアノね。これは新品ですよ。そして、ここにあるのが、ヤマハの U3M。ディアパソンの 132A、e、と大型モデルですね。うち結構安いでしょう。ね。 で、えー、メレヘンの MS ですね。これはの自,動自動演奏じゃない、消、えー、音ユニットがついてるタイプですね。純正です。リアバソンの中型の赤いピアノ。で、河、え、合、ー、のグランドフメンダイの大きい方と中型のがありますね。今、あ,あとこっちにですね、えー、これは象眼のついたあクリンゲルですね。あ、クリンゲルじゃない、これはユニバーサルでしたね。えー、お安い価格で出しております。そして新品のウェンドランドラングと遠州の、まあ、グランド。 2台これ弾き,か弾き比べるとものすごい個性が違うのであのど,、ね、どっちの音も素敵ですけども1回弾いてほしいなと思いますねそして、えーえー、バイアク済みで、えー、セビマチのピアノがですね US50 がありますねでアトラスに、えー、これは、えー、あれですねあのディアパソンですねちょっとこの奥ると大橋に可愛、えー、いいです可愛い,いですねこれはこれも大橋ですねこのの奥にあるのが えー、これはヤマハですねであの奥にあるのが、えー、リメイクなんです今これだけちょっとねアップライトピアノ増えてきましたけれどもねまだこれから続々と入荷をしてくる予定ですが今ちょっとねあの整備待ちがなぜ溜まってるかというとグランドがね立て続けに56台売れたのでちょっとグランドの整備の方に今回っておりましてこっちがね、えー、順番で言うとその次になるので今残っておりますでここにあるのがね今、えー、アップライトの整備中ですが ほぼリメイクですね。えー、これかわいいでしょこれは黒いツールでしょこれがヤマハですね。U3A。これはディアパッソンですね。そして、えー、これは今バラしてやってますが、これもディアパッソンですね。これはヤマハです。もうほぼここを今置いてあるのはリメイクになりますね。で、えー、このようにですね。 グランドピアノの鍵盤を持ってきてね、今、鍵盤の磨きをしたりとか、いろいろ、えー、作業しております。ざっと今こんな状況なんですが、えー、ご購入いただいて、えー、お待ちいただいている皆さん、えー、納期までにはなんとかね、えー、頑張ろうということで、必死で今作業を進めておりますので、もうちょっとお待ちいただけたらと思います。そしてグランドピアノが2台入ってきたんですが、183位は売れてしまいました。そして G2 はもうほぼ確定で、えー、商談入っちゃって、またゼロになりました。中古ピアノ。中古のグランドピアノ。 ピアノも入ったら売れていいくというねね状況になってます、ね、それぐらい今、えー、コロナが終わってですねもう,あおらもう終わってはいないかあのいろいろ皆さんの人生観価値観が変わって、えー、自宅時間をですね豊かに過ごすそのためには音楽好きピアノ好きであればまあグランドピアノでやりたいよねってそんな車買うよりずっと安いのでね えー、そういう考え方の方がすごく増えてるなとで大人の方が、えー、グランドピアノを買うってケースがすごく、えー、多くなりましたね音大受験のための楽器ではありません、えー、そういう意味でも、えー、人生は限りがありますからあその 残りの期限の間、素敵な時間をね、グランドピアノで過ごせたらな、というのも思います。それから、アップライトピアノ、ね、大きさ的に無理であれば、アップライトピアノでもいいのでね、ぜひ、ピアノ .com のサイトをまめにチェックして,て、グランドが入ったらすぐに押さえた方がいいと思います。多分すぐ売れちゃいます。はい、よろしくお願いします。今日はこの辺で失礼します。さよなら